はい、超駅太郎です。まあ、あの、プラスマイナスの岩橋さんの、えー、X のね、ポストが、あの、物議を醸してます。まあ、とうとう、浜田のことに言及してます。浜田の、えー、制作会社、個人的な制作会社の社長が、まあ、とにかくひどい、あの、辛いもん食べさせたり、殴ったり、ね、その、まあ、これ、 詳しいことは夜の、えー、メインチャンネルでも言いますが、まあそれをもう告発してるわけですよね。うん、で、こう、やっぱりそれが理不尽だからと言って、この、LINE で行って、む、で、でも、その仕事がなくなると家族のこともあるからと思って悔しくて、悔しくてって、謝りに行ったら、お前消されんぞみたいなこと言われて。 もうそのパワーラの内容っていうのもカメラが回ってないところでやるっていうことはもうこれはもう何でもないわけですよ。いや多少芸人さんなんだ,だからきついこともするとかね、そういうこともあるんですよ。まあそれを美味しいというふうに言っているのかもしれませんが全部そうでたわけじゃないじゃないですか。 身体的なこともあるんですよね。辛いものを食べさせるって、やっぱり後の体のこともあるし、えー、高いとこが苦手な人は高いとこから飛び降ろさせるとか、ね、狭いとこが嫌な人を閉じ込めるって、やっぱりそれは良かないと思うんです、さすがに。いや、本当に平気なんだけど、平気じゃ、平気じゃないふりをするならいいんですよ。本当に怖がる人、本当に嫌な人、えー、動物が苦手な人に動物を消しかけたり、ね、 そういうことはやっぱり良くないと思うんです。さすがに。そこまでする必要はないんですよね。うん。で、それを見て笑う、笑うっていう、こちら側も、見識を変えていかなきゃいけないっていう風になっているんです。で、結果、何を言っているかというと、私は、これを見て見ぬふりしていた、節があるんですね。浜田さんが。浜田正俊が。ね。それが問題だって言ってるわけですよ。 結局、何も直接的なことをやってないかもしれないけど、それがいじめの構造でしょクラスで。いや、他のやつで消しかけて、おい、あれ、ちょっとあれしてこいよ。で、ニソニソ、ね、笑ってると。ニヤニヤ笑ってると。そういうのがいけないわけですよ。でも、岩橋さんは、浜田さんに憧れて、浜田さんが好きで、その浜田軍団に入りたかった。でも、そこから抜けなきゃいけない。っていうようなことになったっていうのは、こんな悲しいことはないですよね。ね。 岩橋さん、少し前にも、おそらく今田工事のことだと思います。えー、女の子を連れてこい、飲み会に連れてって、結局健常するシステムになっちゃった。ね、それが当たり前の。じゃあ、ここで、そういう女性問題と、これパワハラ問題、セットになって。あ、これが吉本工業の芸人の、ね、トップを走る一流芸能人のやり方なんだ。素晴らしい吉本工業。なりたい。俺もやりたい。 NSC に今から入りたい。言われましたよ。投稿で。ね。そんなに言うなら、NSC の批判するなら、NSC に入ってみたらどうですかこいつバカかって。どうなりゃそういう反、あれになるのかななんで俺が NSC に入ってそれをやらなあかんのあのね、私は、それ実地体験するんじゃなくて、全部情報を集めて喋るってことをやってるのに。 はあ。まあ、入れてもくれないと思うし、行ったところで何にもならないしね。というよりも、もう NSC は潰れるかもしれませんよ。ね。というよりも、吉本工業が根本的に、ね、あの、改められることだと思います。まあ、宝塚もしっかり、今年宝塚入学する人いるんでしょうか。 吉本興業 NSC に大金はたいてね、入る人いるんでしょうかっていう話で、何が、魔法がかかっちゃってるってわかんないのかなね女性問題で紛失し、今度はパワーファーラーのことがあって、タレントさん自らが言っているっていうことねこれをどう受け止めるか言ってるじゃないですか。あなたたちが大好きな吉本興業が、そこが設置したね、ガバナンス委員会にめっちゃ叱られてるんですよ。 おかしいよってあんたたち。やり方は改めなさいと。ね。他の外部の方が、にこれ内部だよね。言ってきていることがあるなら、きちんと真摯に向き合って、聞き取りをして、その上で何らかの形を発表しなさいって言っているんですよ。はい。いわゆるわかりやすく言ったら、吉本工業の風紀委員会みたいなところに指摘されてるわけですよ。あ、それ聞かないのって。ね。 それは聞かなきゃいけないんじゃないのっていう話ですよ。うん。それは自らが作ったんですよ。万博のことに吉本工業が深く関わるためにはそういったようなコンプライアンスだとかそういうことをきちんとやって、多分したかないけどお飾り程度に考えてたんじゃないんですか ね。そういう外部の偉い弁護士さんとやって、んかバランス委員会できました。こうやってやってきました。こういう風で。でも作っちまったもんは、そりゃ機能しますわな。こういう時に。その人たちだってぼーっとしてるわけじゃない。これをそのままおざらにしたら、本人たちこれ以外のことから何をやってるんですかあなたたち。吉本工業の関係者ですよね。顧問弁護士さんですよね。ねえ。そう言われた時に、まあ、どうにもならないから。きっちり指摘したわけですよ。だから、あの、 松本人志さんの一連の、え週刊文集のことは、きちんと、当該芸人のところに聞き取り、というふうになれば、今回のことも、岩橋さんも当然含め、ここに出ている、えなんとかと言ってね、会社、あの、制作会社の会社の社長、ね、うん、そこ、そこも、だって、吉本工業の取引先ですから、関係者ですよね、全く関係ないわけじゃないので、その聞き取りをして、えー 答えなきゃいけない。ね。パワハラ社長、B ダッシュ、林敏宏。ね。もうこれは浜田さんの単品の番組を制作する制作会社っていうことは、吉本工業からの、の入金になるわけですから、当然関係者ですよね。うん。ね。毒フードを食べさせるとか。ね。あの、ハバネロをね、あの、した、 芸人の下とか、下の裏に流し込み、もんぜする芸人を見て高笑い。これは全てカメラが回ってない。サザエの殻を噛ませる。ね。殴る。理由がないことで殴る。ねこんなことを許していいんですかね、吉本興業ねこれは不問にできませんよ。ね浜田さんも。 今度は知らないでは通らないですよ。あなたですよ。あなたが今度は何らかの形で言わなきゃいけないんですよ。これもうないがしにするんですかああ、出前感。これね。CM 続けるんですかくら寿司。ねえ。へえ。ちょっと私は行きたくないな。っていうふうに思うのは私だけでしょうか以上です。はい、皆さん。1分だけ時間ください。あのー、チャンネル登録を、あのー、してない方。 別に減るもんじゃないんで一回やってみてください。あの何か、そのチャンネル登録を、私のこのサブチャンネルを登録したことによって、生活に支障が出るとか、運気が下がるっていうことがあったら解除していただければいいので、そんなことはないと思いますよ。なので、別に減るもんじゃないし、あのちょっとやるだけなんで、忘れてるって今、は、気がついて、あ、まずいなと思ったらすぐやればいいので、私は怒ってません。 はい。怒ってないし、傷ついてもいないので、今、スッと、あの、やっといていただければ、お互い、この、ね、笑顔になれると、チャンネル登録、超役太郎のサブチャンネル、えチャンネル登録をすると、笑顔になれるということで、よろしくお願いします。以上です。